はい、どうもことです。今日はね、県横山の I want turn off my radio の解説をしていきます。で、チューニングはレギュラーチューニングです。で、BPM が多分フリーですね。こういうジャンルの人たちってあんまりクリック使わないんで、で、もしあのクリックで練習する場合は、最初のちょっとゆったりした部分は190で、で、A メロからちょっと速くなるところが224ですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ最初イントロのちょっとラジオっぽいところからやっていきます。アコースティックですね。これはあの左上にコードネーム出すんで、じゃあ次エレキパートのバッキングの方やっていきます。はい、じゃあ次同じところのリードパートやっていきます。はい、ここの部分はオクターブ奏法ですね。ここもルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が、5弦の9フレットです。975です。で、次がちょっと上がるとこが10フレットから始まります。これは197です。で、その次が、11フレットまでいきます。あ、ごめんなさい、13フレットですね。13フレット、12フレット、10フレットです。で、次 A メロなんですけども、ここでちょっと速くなります。はい、ここは全部パワーコードなんで、どうしようかな。こう、ちょっとゆっくりやりますね。最初の音が5弦の5フレットなんで。はい、で、サビ前に、ここは6弦の3フレットと5フレットです。で、次サビです。ほんで、あのストロークなんですけども、右手ですね、僕全部こう、こう普通に弾いてるんですけど、結構こういうパンクロック系の人たちってみんなこう、こう弾くのが流行ってたんで、多分こう弾いた方が、おあいつやるなみたいになると思うんで、まあ、結構慣れるまで早いんで、ダウン2発がちょっと早いんで、まあでも普通にこれでも全然問題ないんで、どっちでもいいです。はい、今まだあのショートムービーしか出てないんで、とりあえず今日はここまでです。で、また不定期にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。